いつだって、いつだって見てきたんだ。ついてきたんだ。ついていった。わからない。いつだって君のみたいな歌があったな。確か。女装するアニメだった気がする。なんてやつだったかな。最後リア充になって終わったっていうね。ミヤビー。今からちょうどママ様に会いに行くところだったんだ。お前も一緒に行こう。一緒に行こう。ママ様ってもう言い直さないんだね。開き直ってしまったさ。まあもう隠しても仕方がないんでな。堂々とママ様と呼ぶことにしたよ。さあここからどう変わるんだ。材料が全て揃ったんで今日はママ様に親子丼を作ってもらうんだ。すごく美味しいんだぞ。イムも一緒に来るといい。ミヤビ、僕は行かないよ。さあビシッと言ってしまえ。どうしてだ。みやび、僕たちは元の世界に帰るんだ。なんでだ。どんなに苦しくてもどんなに悲しくても人は今を生きるべきなんだ。今を生きるべきなんだ。ママ様と生きることが私にとって今を生きるということだ。そうだ、好きなようにさせてくれよ。口出しするなよ、うん、俺は好きに生きたいんだ。みやび、僕と勝負しろ。何を言っているんだ。唐突だな、うん、わっって顔した。それで僕が勝ったらみやびは元の世界に帰るんだ。みやびが勝ったら僕はもう何も言わない。みやびはこの世界で好きにすればいい。それみやびにメリットあるかな。勝っても今思ってることだ。負けたら強制されるだけじゃないか。そんなものは勝負にならん。今お前だけは私について来てくれると思っていたのに。そうだね、みやび、僕は今までずっとみやびについてきた。でも今回はそれじゃダメなんだ。間違った方向に進んでいたら引き戻してあげないといけないのか。いいだろう、イム、勝負だ。口車に乗せられたな。何のメリットもないぞ、ミヤビ。気づくんだ。私はお前を倒して母さんとの暮らしをつかみ取る。それが嫌なら私を倒してみろ。別に戦わなくても母さんと一緒に暮らせばいいじゃないか。ああ、この命に変えても倒してみせる。そしてミヤビを連れ出す。過去から今に、いつだってミヤビを救うのは僕だ。救ってたもんな。救ってたらしいな。よくわからんけど暴走しとったんだろ。イムが血の暴走をしてた。いつだってそうさ。また雑魚敵いっぱい。お、あそこにもう見えてるんじゃないか、ヤグラが。違うな、ヤグラどこ、ヤグラどこ。こっちは海じゃないな。どこだ、ヤグラを探せ。落ちれないか。通れない。めっちゃ雑魚的おるじゃないか。なんでその手その棒大きくなるんだろう。いつも思うけど先にもう進化しとくか。うーん、ここまで見たらもういいや。あれ動かなくなった。これはあんまり強くないんじゃないか。飛んでいった。フワチャーとか言って飛んでいった。あさっての方向に飛ばしていった。落ちないな。そのまま落ちていったら面白かったな。何されて俺
あった？ないぞ。どこに矢倉あるんだ。いけない。これ実は裏から回っていけるとかそんなことはないよな。ないな。よし、じゃあいいや。矢倉1個探すんだ。1個の矢倉を探すんだ。戻れなくなった。きっと最後の方にあるんだろう。なんかあそこにアイテムらしきものがある。あれはなんだ、これはなんだ、わからんな。レベル1。どうすん、みんなぶっ飛んだ。みんな弾いた。これは何なんだ。これを全部取ることでもしかしてどっかが解放されるとか。全部取るか。取れなかったぞ。蛇がいる。この上にあるんだろきっと。これを取るとヤグラの場所がわかるとか。この裏とか。なんだあれ。あ、巻き食べ物か。こっちはなんだ。このピコピコ言おうと。ピコピコピコ。こっちから上がるしかない。ここで上がって多分反対側に行けばヤグラがあるんだ。そうに違いない。こっちだ、ここだ。ヤグラなかった。でも巻き物があった。こっちは何もないな。とうとう。どんどん上に上がっていく。一体 何がカッチンカッチンってんだ。あそこに普通にあったりしないよな。あそこにいたらボス戦だ。この上だ、きっと上に。もう何じゃないか。おい、どうなってんだ。ないぞ。これ取ったら出てきたりしないな。これどこだ。ないぞ。この上。あ、落ちてもだ、落ちてもだ。やばい、なんかカメラワークがぐっちゃぐちゃで頭が痛くなりそうだ。あった。巻物全部取り尽くしたらあるとかかな。やっぱり出てこないぞ。この上しかないんだよな、怪しいところは。ここでペシペシとかやっても出てこない。行くか。後でまた調べとこ。それらしきものは全くないな。始まってもうた。残念。一個ってどこだよ。カウントアショット。どっかこの奥の方とかにない。この周りとかにない。もう戻れない。もう行けない。何もない。もういい、倒そう。どこ行った。いたいたいた。ペコペコペコ。なぜ俺が吹っ飛んだ？なあ、なぜ俺が吹っ飛んだ？意味がわからない。
ピケ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 。よし。このまま追いかけろ。キー。何が出た？何が出てきた？え？あんなしょぼいの？聞いてたじゃないか。レベル2見てないな。レベル2が。どこ行った？どこ行った？あ、あのとこで切りまくってたのか。レベル2。なぜ俺は吹っ飛んでるの？あ、ブーメランしてる。ブーメラン当たってない。カウントされた？ユロコバ式インフェルノだ。懐かしい。これで終わり。終わらなかった。全然効かないな。マジかぶっ飛んだ。燃やされてる。これで終わり。ふう、疲れた。どこにあったんだろうな、結局。わからないな。矢倉1個あるはずなんだけどな。後で探しておこう。戻ってきてしまった。みやび、お前の勝ちだ。強くなったな。驚いたよ今。違う。違うのか。みやびが僕になんか負けるわけない。わかるよ。手を抜いてわざと僕に勝たせたんだろ。約束は約束だ。私は母さんと別れてお前たちと元の世界に戻る。なんだ、今さらカリスマを取り戻すのか。みやび、私だって分かっているんだ。夢はいつか覚めるものだと。だから誰かにきつく背中を押してもらいたかったのかもしれない。ありがとうイム、お前のおかげで私はずっとカリスマではいられないんだ。いいんだみやび。大丈夫、行ってくる。母さんと別れるために。全裸で？全裸で行くのか。そうか。あんたの失態だ。失態だよ。また強くなったみたいだ。新しい技をひらめいた。後で行ってくるわ。新しい技をひらめいた。セーブします。